この流れで、あ、じゃあ最近の話で言うと、そう、バレンシアガだから、はい、バレンシアガの2日ぐらい前にやったオートクチュールのショー、オートクチュール、はい、あれやばかったですね。あれやばいですね。結構衝撃というか、衝撃ですよね、うん、なんとなくやるって聞いた時から、まあ、デニムは絶対入れてくるんだろうなって思ってたんですけど、うん、やっぱりやっぱりやってきたなっていう、ね、オートクチュールなのにそういう作業服であり、そう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 、大量生産の象徴のデニムを持ってくるっていう、そう、もともとのやっぱルーツが真反対に位置するものをね、入れ込みまくってて、うんうん、やっちゃうっていう、そう、うん、オートクチュールって何なのっていう、こう一石を投じてて、そうですね、なんかその確かなんかインタビューで言ったんですけど、やっぱオートクチュールをその現代版にアップデートしたらどうなるかっていうところで、やっぱそこなんですね、うん、でそれで、まあ、その改めて新しい解釈をしたオートクチュールをどうその若い世代に受け取らせるかみたいなところを結構考えてたっぽいですね、うんうんうん、やっぱりちゃんとね、デザイナーが変わってから、うん、顧客が若い世代にもうなんか定着したからできるイノベーションですよね、うんうんうん、逆に、うん、なんかまあ再構築もしつつ、うんうんうん、その再構築がバレンシアガというブランド自体でもあり、うんうん、あの デムナの歴史でもあるとか、そうですね、なんかその両方の歴史をうまいこと更新してるというか、うんうん、今までのやっぱりそのバレンシアガの代表的なそのシルエットだったり象徴的なアイテムをうまいこと落とし込みながら、うんうんうん、そこにさらっと自分のやってきたデザインも混ぜるっていう、うん、そこのやっぱ巧妙さがすごい、うんうん、うまいなって思いました。すごいわかります、うん、なんかあのドレスも素敵でしたよね。ドレスね、あれ良かったですね、うんうん、あんな風に構築するんだって、うん、そうそうそう、やっぱりその彼の出城である90年代の、うん、ストリートのそのなんだろう、アクティブ系のちょっとナイロンのジャケットとかをベースにしながら、フラワーというか、フラワーというか、うんうん、それをね、女性らしさを表現してて、うん、と面白かったのが、あの皆さんあの動画を見たら分かると思うんですけど、うん、音声、うん、無音にして、ね、あの絹ずれの音とかをわざと拾って、うん、それをなんか出してて、うん、あれがでも豊かさですよね、生地感が多かったりとか、うん、ね、まあこれもそうなんですけど、このね、生地が擦れる音っていうのは、うん、このなんだろう、まあ、生活音というか、うん、体感音っていうのは、うん、まあ、クラブハウスもそうですけど、最近この音域というかね、うん、より息遣いとか、うん、咀嚼音もそうですけど、うんうん、まあ、ビジュアルとともに、うん、なんか音もすごく大事になってきてる。そうですね、やっぱなんかでもそこはなんだろう、そのリアルとバーチャル その格差をなくすというか、うん、境界線やっぱ曖昧にしたいのかなっていうところが、うん、多分デブナの意図としては、うん、ありますよね、ありそうだなっていう、さすがですよね、うん、さすがです、人間がどこを今見ているどこが足りなくて、そう、どこに植えているかというか、そうなんかあのこの、今ちょうど、リアルシーズンの21年秋冬は、うん、あのバレンシアガがゲームを作ってて自ら、あー言ってましたね、うん、でその中でその発表をするっていう、うん、うん、ちょっと映画っぽいムービーとかも作ったり、うんうん、でその次の、春夏、22年春夏が、うん、そのモデルを、うん、モデルの顔を全員一緒にして、うん、クローンが歩いてるような、あれね、うん、結構やっぱ結構やばいですよね、うん、時代に合わせた攻め方をむちゃくちゃしてるなっていう、うんうん、だからプレゼンテーション自体ももう考えていて、うん、考えていて、うん、まあ、そのやっぱ、去年ぐらいからそのランウェイが、まあ、やるとこやらないとこが出てきて、うん、でまあでも逆にいい部分でその表現方法の自由が認められるというか、うんうん、確かにそうですよね、その予算あるなしに関係なくもうアイディアでやれるし、うん、そう、まだまだ、ね、やれることあるんだなあるんだなって、うん、そうですね、もう飽和状態でほぼやることはもうファッションはないって言われてた中で、うん、あ、そういう言語を変えるみたいな、うんうん、新しいコンピュータ言語を開発して自分なりの、うん、そうですね、ゲームチェンジ、ね、ゲームチェンジしてるから、うん、それすごいですよね、うん、ね、だから今回 そのオートクチュールにあの、ね、デニムっていうのも、うん、でなんかちょっと話を聞いたらしいですよね、ちゃんとバレンシアガ、そうですね、ちょっと聞きに行ったんですけど、うん、まだ今のところ日本でオーダーできるかは分かんない分かんないっていうことで、オートクチュールってことは、うん、まあ、やっぱ採寸して、ね、採寸して自分用にやってくれるのかっていう、うんうんうん、まあ、そう思いますよね、そう思いますよね、まあ文字通りに、ね、文字通りに受け取るんであれば、そう、うん、本来そうしなくていいような既製服な、そうですね、うん、にオートクチュールやるんだったら、うん、そうですね、でありそのデザイナーが、提案するシルエット、うん、うん、確かにデニムにグレーのフーディー、うん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 、パーカーの
あれはもう本当にやばいですね。やっぱそのバレンシアガっていうブランドでそれを出すっていうことにすごく意味があるし、うんうん、なおかつオートクチュールっていうもう、うんうん、アメリカン、ザ・アメリカン量産品をオートクチュールにっていう、うんうんうん、持ってきちゃう、うん、ところがね、本当ですよね。こう全部なものをすごいパーソナルな、うんうんうん、そうですね、あなたのためにっていうものに持ってくるっていうのはすごい面白い、うん、イノベーションだし、うん、革新的ですね、うん、本当にそこは、ね、まあ、今まであんまり誰もやってこなかったですよね、うん、まあ、マークがあの昔メンズで、まあ、今もあるのかな、なんかのカシミヤのジップアップのパーカーとか作ったりしてます、うん、あ、そうですね、それは、まあ、それとはまたちょっとなんかニュアンスが違うくて、違いますね、うん、だからもうやられたって感じ。そうですね、オタクとしては、うん、オタクとしてはもうやっぱ本当に引きつけられる存在に年々なってるかなという、うん、ね、じゃあちょっとなんかここにもね、せっかくだから、うん、そうですね、デニムが、はい、デニム系がいくつかあって、そう、今話してたバレンシアガのデムナ、デムナ、はい、のにすごく影響を与えたマルジェラをまずじゃあ、うんうん、まあ、これはもともとパンツであったものをベストに再構築してて、まあ、これがまあ元々のポケット跡で、まあ、こういうちょっと穴だったりをもうリペアしてそのまま出すっていう、まあ本当にリアルなデニムを使ってて、まあ、こことかにちょっとリベットが残されてたり、うんうんうん、代表的な、代表的な、そうですね、ここがあのパンツ の、 あの、履き口ですね、うん、フロントがあって、うん、で、まあ、一応着やすいようにここには別のデニムでマチが入ってたりとか、うんうん、ダンスも入ってたり、結構なんだろう、パンツをこのトップスにするっていうのは意外とそれまで多分なかったデザインですかね、うん、なくはないとは思うんですけどね、うん、見たことはあるんだけど、そうきたかっていうか、デニムもともとのその何もないところからそのパンツ風の多分アウターだったりジャケットを作るっていう発想はあったと思うんですけど、パンツをそのまま解体してこのトップスに昇華するっていうのは多分それまであんまりなかった表現かなと思います。これを受けての、はい、これが、デムナがまたいた頃の、ベトモンの、まだリーバイスとオフィシャルでコラボする前の、アンオフィシャルで再構築した頃のデニムです。あ、この時期。この、はい、うんうん、この代表的な、この、うんうん、ちょっと幾何学的なパターンの合わせ方。デムナはマルジェラにアシスタントいたんですか？もともと、はい、デザインチーム。彼はでその時の、ベトモの立ち上げメンバーもその多分同じマルジェラに働いた時の人たちが一緒についてきて関わってるっていう、ちょうどあのデザイナーが変わったじゃないですか、マルジェラが、はいはい、そのタイミング抜けたってことですか、立ち上がった時期が、若干そのガリアーノの時期も、確か被っててやっぱりところどころその時のマルジェラを見ると、うん、デムナっぽいなっていうやつがランウェイに あるんですね、若干見隠れ、うんうん、してた気がしますね、うん、で、こう完全にこう分かれて分かれていって、うんうん、そういうのも、まあ、オタクが見てると分かりますよね、うん、そうですね、その系譜というか、うんうん、デザインの変化で、とかやばいですこれ本当にもうイカれてて、90年代の90年代の、半ば頃ですかね、マルジェラのこのデニムをもう一旦全部裂いてそれを、手編みでさらに、ニットに再構築し直してるっていう、重量感もすごいですし、すごい重いですね、うん、なんか形も絶妙、形も絶妙で、なんかそのちょっと肩の上に生地が乗るというか、変なボトルネックみたいな、なかなかこれに関してやっぱりその作ろうっていう発想があって、まあ、本当に労力がかかるんで、うん、物として実現するのがまあちょっと大変っていうのもありますし、合理主義な、今だと絶対作んないですね、作んないですね、まあ、ましてやこれを製品化しようっていう、やっぱそこら辺のこれだってプレーターで普通に出てたんですね、プレーターで出てたってことですね、これに関してはちゃんと生産したってことですね、生産したってことですね、すごいですね、やっぱり、まあ、昔はそのなんだろう、工賃が安かったりとかそういう事情は多分あると思いますけど、多少、まあでも、うん、それでもやっぱりすごいなって感じですね、すごいですよね、うん、色々考えると。デニムの流れで言うと、デニムの流れで言うと、まずこっちをいきます、うん、これが、はい、これがマルジェラの、99年とかですかね、うんうん、このパッと見はこのフェルトっぽいウールの生地が、メインに使われてて、
後ろも同じ感じなんですけど、よく見るとこのデニムの上に、このウールの生地が乗せられてるっていうデザインで、まあこれもやっぱりそのやろうと思っても本当になかなか誰もがあんまりやらない領域のデザインだったというか、思いついてもまあそれをあんまり形にする人がいなかったのかなっていうところですかね。そうですね、やっぱりマルジェラのすごいところっていうのは、私の記憶でやっぱり美大たまびにいた女の子で、はい、ファッションタブで、はい、着てましたね。あ、当時いや前世紀、本当にこの辺ですよね多分時代的に。まあ、ギャルソンも好きだったけど、マルジェラ好きで、あとスーザンチャンチオロだっけ、はい、ああ懐かしいですね、まあ、僕あんまりリアリティ知らないですけど、うん、とかがちょこちょこあったのを組み合わせてました、ね、うん、やっぱスーザンでもやっぱ今でも根強いですね、結構、うん、好きな人は好きだし、まあ、リバティンとかもちょっとその系譜に若干入りつつありますね。そうだからね、こう残ここには残ってないけど、うん、周りにいた人たちもいて、そうですね、まあ、今度またそういう話もしたいですけど、うんうん、いろいろ含めて、で、このベストを得た上で、うん、これが逆の、はい、逆の、これはベトモンの19年春夏ですね。まだ、デムナが、デムナがいた、はい、いた時ですね、ブランド去る前の、まあ、これも、なんだろう、パッと見はその再構築してるだけに見えるんですけど、まあ、実はこの生地が、内側で重ねられてて、中に、ね、中に、はい、そうですね、まあ、これもやっぱり昔のマルジェラを見てきて彼がそうですね、うん、そのものづくりの場所にいたから、うん、こういう発想になりますよね。こういう発想ですね。というかこっちで来ても可愛いね、まあ、こっちで来てもデザイン的にまあこれはこれで通用するのかなっていう、さすがにやっぱ全部やっちゃうと この、ま、股周りとかはすごいその生地が溜まっちゃって熱くなるんで着てると、うんうん、まあ、全部はやってないにしろ、まあ、ここまで生地重ねてるっていう、ね、これは結構最近のリーバイスの、うんうん、パーステンシルですかね、うんうん、もうなんか聞いててお気づきだと思うんですけど、こうモテたい、モテる服とかそういうんじゃなくて、こう誰かに見せるためじゃなくて自分がこう探求するための、うん、いかに満足できるか、発見、発掘できる、うん、作り手の意図というか、そうですね、うん、でしかもこれもうこのリーバイスとオフィシャルでコラボしてこんなの作ってるから、やっぱ結構本当にやばいですね、やばいですね、まあ、このアンオフィシャルを経て、うん、アンオフィシャルを経てうん、あのね、オフィシャルにどんどんたどり着いていくっていう、うん、そうだからまずは自分でやってみるって超大事ですよね、うんうんうん、そうですね、そうするとね、はい、本家が、うん、本家がね、そんなにやってくれるならみたいな、うん、そうそうそう、でまあやっぱそこにいるいたのがいたのとか、まあ今もいるんですけど、うん、彼の、うん、デムナの弟がやっぱりその辺をうまいこと、うんうんうん、マネジメントし て, トしてっていういろんなブランドとのコラボにたどり着いてるっていう経緯もあります、ね、うん、そこら辺バレンシアガにね、そっから行き着いて、ね、はい、スライドして、うんうん、これとかはこれは、ペン、まあ、結構有名なやっぱりペンキのデニムです。もともとあった古着のデニムにこのちょっと樹脂系の、うんうん、まあ、コーティングのようなもうペンキを本当に、まあ、単純に塗りたくっただけといえばそれまでなんですけど、うん、まあ、実はなんかこのボタンだったりね、こういうリベットあったものを全部取っ払って外してたりとか、すごい労力なんですよ、うん、これ意外とまあこの塗るよりもこっちの方が大変、うん、大変なんじゃないかなっていう、うん、面白いのがね、これはステッチ、そうですね、ステッチがそのまま残ってて、これはリーリーですかね、昔の、うんうん、時代が分かりますよね、うん、そうですね、まあ、ちょっと今実物がないんで見せれないんですけど、最近のバレンシアガはこのリーに見せてますね、デニムの、うん、バックポケットのステッチ、うん、好きな人が見るといろんなシンプルに見えるんですけど、そうですね、とんでもない情報が、うん、意外とそのなんだろう、物が全部取られた状態でも、うん、入ってくる情報はあるっていう、うん、面白いですね、面白いです、常にこう矛盾に挑戦してるから、うんうんうん、そうですね、うんうん、まあ、このニットもそうですけど、うん、そうですね、日常にそうありふれてたものもやっぱりこう違った、うん、そうですね、加工、うん、だったり、うん、多くの人がデニムを見たことない人ってあんまりいないじゃないですか、うんうんうん、でもね、ここまでそこに向き合ってるっていうのもそうですよね、うん、それをまたモードに乗せてっていうのが、うんうん、そうですね、やっぱもう本当にもうありとあらゆるデザイン、彼はもう90年代から2000年代頭にかけてやり尽くしてて、うんうん、そうですね、もう本当に
パイオニアかなって思います。なんか、まあ、その代表的なやっぱデザインがあるにしてやっぱ細かい部分でその、うんうん、仕様だったり、うんうん、パターンだったり、まあ、本当にもうあらゆる部分で、まあ、その規制のデザインとは全く別の路線だったり、うん、まああとやっぱりこのあんまり言われないんですけどこの昔のマルジェのカラーパレット、うん、こうすごい地味な感じ、ね、まあもう当時のモデルが結構おばさんだったりもするんで、うん、やっぱそこら辺から来てるのかなって思いますけども、本当にまあ割と街で来ててもその浮かないというか、うんうん、パッと見いわゆるブランドっていうのことがわからないんだけど、まあ、分かる人には共通な記号があって、うん、そうですね、別にラグジュアリーなわけでもなく、うんうん、でもそれが多分その着る側にとってのラグジュアリー、うんうんうん、だからラグジュアリーはいろんなね定義ですよね、そうですね、うん、新しい定義ですよね、うんうん、まあ、そのなんだろう、そこのやっぱ匿名性っていうのが結構まあキーかなと思ってて、うんうん、でもそうかも、うん、まあ、なんかね、うん、その普通に普段着てって、まあ、分からないことが逆に嬉しいっていう、うん、なんかそうですね、そう、まあ、どうしても、まあ、パッと見、パッと見だからそのハイグラウンドに見ないですもんね、うん、何を着てるのかはよく分かんないけど、まあ、別にそういうなんかそんないわゆる高いものじゃないというか、うん、そういうなんかルックの、まあ、なんかちょっと既存の背景主義へのアンチテーゼじゃないですけど、うん、ですね、多分そこなんでしょうね、うん、きっと感覚的な、うんうんうん、根源的には多分そこがあったように、うんうん、見えますね、やっぱ彼の作ったものを見ると、ね、うん、面白いですね、面白いですね。